2005年の9月1日にデトーンを立ち上げて、でこの2020年の9月1日ってのはすごい僕の中ではもう目標にしてた。なんでかっていうと、僕の前に所属していたあるジムがあるんですけど、そのジムに15年、だから19歳で入門して、で34歳、でデトコたちが35歳なんですよ。1年間は準備期間があって、で15年ジムに所属してて、ゲットオーバーで15年だった。だから僕の中ではもうこっからが本当のスタートだなって、これが50歳っていうのがすごいことになって、であっという間にそこまで来ちゃいました。この50歳、うん、でこっからが自分の中で本当のスタートなんで、こっから先何があるのかわからないですけど、これから今まで以上に頑張っていきたいなと思いますって。で今回6月の30日だったかな、タケルとヤマトの試合が決まってました。コロナでボツになりました。で9月の13日国際会場、そのボツになりました。でタケルとヤマトっていうのはやっぱりジュニアの第一人者タケルで、ヤマトは、まあ、自分の息子っていうのもあるんですけど、小1から今まで続けたでプロになったっていうのは今までない。この2人のコンビがデビューする予定だったので、ヤマトがデビューしてタケルのタイトルマッチがあるはずだったんですけど、なくなった。これが石巻のドラゴンスタジアムで11月何日だったっけ、29日に決まりました。29日、はい、でこれが何の意味があるかっていうと、まあ東日本大震災があって、で初めての遠征の最年少と最年長、この間は全部やりました。なんで今回これで15周年で、この何もなければ絶対10時間20分やると思います。で今年1回も知れなかったんで、もしよかったら応援に来たら言っていただけると思います。で平戸目がこいつもうプロなんで飛行機取るのはどういうプロなんですか。プロなんで、もしよかったら当日29日に楽天で打ち上げとかもあるんで、もしよかったら今年1回もしてなかったんで、何もコロナの影響がなかったら絶対あるんで、よかったら来てください。イエーイ。せっかくみんなもらってもらった今ジムでもらいます。ジムでなんで、みんな疲れて置いてきた。で今持ってきたっていう誠意が見えるから。で今回僕の誕生日の別で仙台の8月9日のチャンピオン、頑張った選手たちみんな来てます。イエーイ。勝った勝った勝った。あとお屋敷のメンバーも平井朝さんで、岡田浩二トップ選手で、加藤さんで、大田区さん、岩田健一も忘れてる。もうジュニアでプロ、親父、ここまで活躍してるジムは絶対ないですよ。どうね、はい、絶対ないです。で、これから今が最高、今が一番最高っていう、僕は常に。もう大和ジムの時の自分はもう超えてると思ってます、はい、もう間違いなく今が絶対今過去最高の自分だと思ってます。なんで皆さん、もうみんな今過去最高を目指して頑張っていきましょう。はい、